どうも菊之進です。今日は人生何をやってもうまくいく人の考え方を4つご紹介します。あなたの周りにもなぜか人生うまくいっている人がいませんか？いつ見ても上機嫌で楽しそうで、仕事も恋も家庭もいい感じ。人生を謳歌しながら前に進んでいる様子を見ていると、自分もあんな風に生きれたらいいなと羨ましくて、つい憧れの目で見てしまいます。そんなわけで今回は物事がうまくいく心の持ち方についてお話しします。人生を幸せに生きる秘訣をお届けできればと思います。それではどうぞ。1番目です。うまくいく人の考え方4選。まず1つ目です。自尊心を大切にする。うまくいく人を見ていると、ある共通点が見えてきます。それは自分に自信を持っている、あるいは自信とまではいかなくとも今の自分に満足しているということです。自分に対して好ましい評価や感情を持つことを自尊心があると言います。自尊心のある人はいつも幸せそうです。明るくて楽しそうな雰囲気を出すので、その人の周りにはいつも人が集まります。行いや振る舞いも堂々としているので、仕事ができそうに見えたり、接していて安心感を抱きます。傍から見ても順調そうに見えるし、実際にうまくいっているんです。それではこの自尊心とはどうしたら育まれるのでしょうか。自分を価値ある人間だと思えるようになるにはどうすればよいのでしょうか。ポイントは3つです。まず1つ目です。自分の長所を言える。自分の良さ、他の人にはあまりない魅力に気づくことです。どんなに自分で自分のことを凡人だという人でも、よくよく見れば必ずその人の良さがあります。そのことにいくつ気づいてあげられるか、一日の自分の行いをノートに書き綴ってみると意外な良さを発見できたりします。見つけたものはリストにして、毎朝見えるところに貼っておくと効果的です。2つ目です。小さな成功体験を積み重ねる。自分の成長につながる目標を掲げてやりきり達成すること、これを継続することで自尊心は育まれます。昨日の自分よりも今日の自分は一歩進んでいる。一歩と言わず半歩でも十分です。3つ目です。他者貢献する。自分のためにもなり、人のためにもなる。この2つを満たすような行いを積極的にしていくのが大切です。自らの成長を目的としながら、人のためにもなる行いをすれば、自分だけでなく相手にも喜んでもらえます。僕はプロフェッショナル、仕事の流儀が好きでよく見るんですが、番組で取り上げられる成功者のほとんどが口を揃えてこう言います。お客さんの笑顔が見たい、ただそれだけのために、誰もやりたがらないことに情熱を持って取り組めると。以上3点は自尊心を育むために必要なことであり、うまくいく人が常日頃から意識している点です。この3つができるといつも幸せな気持ちに包まれます。続いて2つ目です。全ての人に好かれようとしない。みんなに好かれようとすると、どうしても自分を犠牲にしなくちゃいけない場面が増えます。本当の気持ちに蓋をして、発言や態度が控えめになったり、相手に譲って自分は我慢することが増えて、ストレスもたまります。嫌われちゃいけない、好かれなくてはという考えが自分自身に無理をさせてしまうんです。みんなにとってのいい人になろうとすると、支払うべきコストも大きいし、維持するのも大変です。うまくいく人はいい意味でみんなに好かれることを諦めています。人から好かれようが嫌われようが、どちらでも構わない、そんな覚悟を持っているんです。必要以上に相手に合わせず、意見するときは言って本音で話そうとします。いやいや、本音で話したら人間関係がうまくいかなくなってしまうのではと思う人もいるでしょう。確かにその通りです。周りの空気を全く読まずに出しゃばりすぎても問題です。周囲との関係もギクシャクしてあまりうまくいかないでしょう。しかし、時には自分の意見をはっきりということも大切です。人は本音を言ってくれない人と信頼関係を築こうとは思わないからです。本音を隠す人には壁を感じて、なかなか心を開けません。次の2つの生き方、あなたはどちらの人が人生うまくいくと思いますか？1つ目、自分の気持ちを押し殺して不自由に生きる。2つ目、ありのままの自分を表現して自由に生きる。僕はどちらでもないと思います。うまくいっている人はちょうどこの中間のいいポジションにいます。人に合わそうと無理をせず、自分らしくやりたいことをしていて、嫌われることもあるけれど、賛同してくれる人もたくさんいる、そんなポジションです。人生の成功者たちはみんなちょうどいいポジションを模索しています。そのためには、みんなに好かれるのは無理、嫌われてもいいと最初から諦めることが肝心なんです。3つ目です。何事も解釈を変えてみる。人生うまくいく人は解釈の仕方も上手です。解釈を変えれば同じ出来事も違う結果として捉えられます。その結果、自分の思考と行動も変えられるんです。ここで一つ、パナソニックの創業者である松下幸之助さんの話をします。彼は生前にある記者からこんな質問をされました。あなたはなぜ成功したんですか？
すると松下氏はこう答えたんです。私は家が貧乏だったおかげでお金の大切さを学んだ。病弱だったから人の力を借りて人を動かす方法を学んだ。学歴がなかったから人から学び本を読んで勉強した。自分が成功した理由はこの3つ以外に考えられない。そう言ったんです。驚きですよね。世間的にはもともとの家柄が金持ちでいい大学を出て健康的な人が成功するだろうと思われがちですが、松下氏は貧乏で病弱で最終学歴は小学校卒、どう見ても不利な環境なのに社会的な成功を収めました。それは彼が自分の置かれた環境を卑下せずに明るく前向きに捉えていたからです。人生うまく生き抜くためにポジティブな解釈を心がけることは大切です。もう一つ、宝くじを当てた人の話をします。突然ですが、運転中あなたの車に鳥の糞が命中したらどう思いますか？うわ最悪と思うか、やったついてると思うか、どちらでしょうか？こんなエピソードがあります。2005年の年末ジャンボで大当たりを引き寄せた佐賀県在住の T さんは、愛車のフロントガラスに鳥の糞が落ちてきたことから運がついたと思い、すぐに宝くじを購入した。しかも運を手放したくないと糞は洗わずにそのまま残して過ごしたそうです。後日抽選日になって番号を調べてみると、なんと1億円に当選。鳥は幸運の象徴だから糞がついてもラッキーと思える、そういう人って人生うまくいきますよね。たとえ宝くじが当たらなかったとしても気分よく一日を過ごせる。この毎日の過ごし方って大事です。うまくいかない人は過去を失敗や後悔として捉えますが、うまくいっている人は過去の出来事を感謝として捉える習慣があります。続いて4つ目です。人生の目的を持つ。目的を持って生きることは幸福感やモチベーションの向上に深く関連していることがいくつかの研究で分かっています。それもそのはず、目的があるということは自分が手に入れたいものに常に意識を向けている状態なんです。人が一番輝いている時って欲しいものを目の前にして頑張っている時ですよね。つまり目的を持つことは人生に潤いを与えることに等しいんです。もう少し掘り下げてみてみます。目的を持つことにどんなメリットがあるんでしょうか。目的があれば毎朝布団から出る理由ができます。モチベーションが上がります。ブレずに行動できます。ゴールに向かうアイデアが生まれます。人生の充実度も変わってきます。目的とは希望のようなものです。暗闇の中を明かりなしにさまよったら路頭に迷うかもしれませんが、希望という光が灯されていれば心も前向きになり頑張ろうと思います。人生うまくいく人は生きる目的があります。生きる目的というと誰もが納得するような立派で大きなものをイメージするかもしれませんが、そのようなすごいものである必要はないんです。自分自身が喜びを感じることでささやかなものでいいんです。仕事を定時で終わらせておうち時間を大切にしたいとか、趣味でやっていることを副業にしてマネタイズしたいとか、人によって幸せの定義は違うので、あなたが思うこうありたい自分が見つかればそれでいいと僕は思います。目的があれば人生が潤います。最後まとめです。人生何をやってもうまくいく人の考え方は次の4つでした。1、自尊心を大切にする。2、全ての人に好かれようとしない。3、何事も解釈を変えてみる。4、人生の目的を持つ。この4つを満たす人は人生が好転します。仕事も恋も家庭もいい感じになり幸せが舞い込むでしょう。以上です。本日もご視聴いただきありがとうございました。応援していますね。それではまた、さようなら。